吉田さん死ぬまでに乗りたい車でですか、ね、死ぬまでにこれはしときたいみたいなのは人にはそれぞれあるのかなと思うんですけども、まあ、その一つがね男性は特に車になる方が多いのはこれまあ仕方がないことですよねで私もねあのフェラーリも憧れたしベンツもいいなと思ったんですけどもレクサスのハイスペック車も買えるとこまで来たんですけども選んだ結果価格ではなくてねやっぱり レクサスの新車1,500万ベンツ2,500万フェラーリ3,500万に比べると価格は随分リーズナブルなんですけども私はねナイトライダーだったですねえそして今所有して2年を過ぎて最初の車検を過ぎていや本当に良かったなと思いますあのこれ以上にね私憧れる車にはちょっとね出会えないしいやよくねこのナイトライダーのレプリカ作ってくれたと本当思いますよ、うん、その2つが 噛み合っってないとと私のの夢は画面の向こうでずっとね止まっったたまままだったと思います、まあせいぜいミニカー買うぐらいだったかなと思いますけどね今いつでもナイトライダーになれるということで私の人生はね本当にありがたいなと思いますで人って何を幸せするかってねやっぱりそれぞれあると思いますけども少なくとも自分の思った未来が来るっていうのは、ね、年齢とともに来るっていうのは これは一つの幸せの形じゃないかなと否定できないんじゃないかなと思うんですよ。例えば30ぐらいになったらこうしようかなと思って実際に30になったらそうなっていたとかね。じゃあ40ぐらいにはこうなっていようかなと思って40になったら実際そうなったっていうのは幸せを積み重ねているってことだと思うんですよ。でも逆に吉田さん寂しいと言われましたけども30になってそうなっていない40になってそうなっていないっていうのはやっぱり寂しいし遺恨が残ることだと思うんですよ。もちろん 30になった時点で今ある自分を全部受け入れる、ね、あの求めて願わなかったものに嘆くよりも今ああるるもものに感謝しし満足してていいいくっていう考え方も当然あると思いますコップに水が半分しかない時に半分しかないのかって思う落胆するよりもあ半分あってよかったって思,うより思った方がいいみたいな言葉もありますけどもね。でも これ言葉を選ばずに言うとこれは負け惜しみとも言えるんじゃないかなと思うんですよ負け惜しみねでも私は吉谷さんは負けず嫌いなんですよ実際にコップに半分しか水が入ってなかったら残りの半分をどうやって入れようかなっていうふうに思うわけなんですよねできっと吉谷さんがある山4を手放してさらにスペックの高い山4を目指したっていうのはコップに半分入ってる水を飲もうと思った時に この水を一旦七に入れてね空っぽにするともしかしたらこのコップいっぱいの水を目指せるかもしれないっていう風にまあ例えちょっとわかりにくいですけどね <laughs> まあけどねあの手放すことによって新しいものが見えてくるっていうのはあるかもしれないですね実は私もねナイトライダー手放したら多分 AI 搭載の EV 化のナイトライダーを目指すと思うんですよこれね実際に販売されてるんですよ。 完全オーダーメイドで作るまでに、できるまでにね、やっぱり3年ぐらいかかると思いますけども、3年、5年とかかかると思いますけども、これはね、2000万、3000万ぐらいになるんじゃないかなと思いますね。特に、今私が持っているナイトライダーを作ってくれた会社に戻して、これをちょっと AI カーにしてよと。追加で料金払うし、5年ぐらい待つからみたいなことやったら、会社を上げて一大プロジェクトで仕上げてくれると思うんですよ。そうすると追加料金、例えば3000万で、 地球上にね、今までなかったようなキットが出来上がるかもしれませんね。でも今んところ私、今手元にあるキットで、ものすごくね、幸せ感じてるんで、そこまで欲しいなと思いませんけども、でも、私の気持ちが変わった時に、それを手に入れられる生活様式ですとか、金銭的な余裕であって欲しいなと思いますね。まあ、今んところね、車の、 プラスアルファで2、3台ならなんてことはないんですけどもね。まあでも、これからのことを考えてバランスよくやっていかなくちゃいけませんからね。うん。車ばかりを考えてるわけではないかなと思います。さあ、そして前回の吉田さんのテーマ、年齢に応じた変化してないと寂しいよねってことですけども、やっぱりすごく悔しいっていうところもあると思うんですよ。50になって60になって、未だに花開かないと。未だにくすぶってると。今日を耐えたところで明日も同じ現実が来る。 いう,ふうな堂々巡りねんとか突破したいと思いながら60を過ぎ70を過ぎもう気力も体力も失われていくみたいなね人生ってもうやり直すことができませんから私たちに20代が絶対に来ないように30代ももう来ないんですよ私はもうすぐ40代ともお別れしなければなりませんそうなるとこれからは50を過ぎた、まあ、いわゆるね初老として生きていくわけなんですよいいくら気持ちが若いつももりでも それれなななりののことをしなければ自分の肉体すすら維持でできないんですよね最近私はねカンフーを始めてもうすぐね4年になるんですけどもやってきてよかったなと思うのは今でも体がむちゃくちゃ動くんですよそして柔軟ですしねでウォーキングするんですけどもちょっと歩くともう5,000歩行くんですよでちょっと汗かくと1万歩すぐ行くんですよこれが私歩くのがただただ早いんでね そして1万歩なら1時間経たずにクリアでできるんですよこういうふうに自分の歩く速度と距離ね5,000歩だったら大体 3km ぐらいなんですけどもこういったことがね明確に振り返れるのもやってきたからなんだなと思いますしうん,なんかねそれによって自分のコンディションも確認できるしで最近はね吉田さんね私ねシャドーボクシングを始めたんですよ。シシャドーボクシングってなんか ボクシングのまねっこみたいな感じでみんなねこうやってやると思いますけどもちゃんとねシャドーボクシングのかっこいいやり方とか50代を過ぎてのシャドーボクシングのやり方って YouTube に起こしてるんですよねいや助かりますねこれ逆を返せばねプロボクサーを目指していてライセンスは取ったんだけどもなんか試合ではあんまり勝てなかったって人でも生きる道が残されていたってことなんですよだって特にね世界チャンピオンでなくてもシャドーボクシングはみんなできるわけですよ で、それを50代の私が知りたいわけですからね。そうすると、シャドウボクシングができるだけでも、結構なね、運動にもなるし、1分2分でものすごく汗ぐっしょりなんですよ。しかも、体幹も試せるしね。見た目にもかっこいいし。私そのうちね、自分のシャドウボクシングをね、YouTube に残しますからね。いや、50を過ぎてね、これができるのはすごく嬉しいなと思いました。えそしてまだあるんですよ。あの、50を過ぎて、 ボクシングの試合があるんですよもちろんこれどこにでもあるわけではないんですけども50過ぎの親父ボクサーっていうのがあってですねでそこでは完全アマチュア素人の方とかちゃんとプロの方とかが混ざってですね試合を差しくれるんですよもちろん健康や安全とかに配慮してもうちょっとしたことでね、あのー、勝敗決まっちゃうようなほんと軽いもんですけどもまあけどねこの年になって私また新しい希望ができました。 親父ボクサーに挑戦したいですねグローブをつけてパンチを繰り出してねそしてノックダウンとかは確かにないんですよもう危ないですからねでゴーンと首とか当たっちゃうと頭とか当たっちゃうと脳震盪したりとかこうね頸椎座礁したりとかして生涯にあの影響が及びますんでだからそうならないように本当にトレーナーさんがついて、えー、まあヘッドギアとかね本当安全に配慮しながらでもボクシングの雰囲気は味わえるし パンチを打つこともできるしで一定の衝撃を受けることもできてねいい刺激になると思うんですよねということでねやればやるほどなんかすげえ人生が見えてくるなと思う今日こんなことでしたそれじゃあ今日も始まりますいってらっしゃい